はい、それでは今が旬のネタに飛びついていきたいと思います。任天堂さんがスマホゲーに、続々と、進出していると。で、先日は動物の森とファイアーエンブレムのスマホアプリが、秋頃に出るとのことですね。実は私動物の森結構やってまして、動画とかになってないですけどね。というのも虫嫌いなんすわ。だからもう常に冬でプレイするぐらいには。なんか最近だとクモとかもなんか律儀に再現してるらしいじゃないですか。私としてはね、普通に夏も外を歩いてさ、釣りとか楽しみたいんですよ。でもそんな時にいきなりなんかあの足がいっぱいのバシャバシャっていうのが動いてるのを想像しただけでも嫌になるね。それが理由で、街へ行こうよだっけ？飛び出せかな？ 3DS は。飛び出せ動物の森では飛び出さなくなってしまいましてね、それが原因で。悲しいな。なんで、スマホアプリでどういう風になるのか、家具を課金することになるんでしょうか、いずれにせよどういう形態になるのか分かりませんが、楽しみですね。まさか、そっちでも虫とかを律儀に再現するとは思いたくないんですが、その辺は安心していいのでしょうか。それはさておき、私といえば、個人的にはファイアーエンブレムなんですけど、そうですね、ファイアーエンブレム。あれが、想像できないわけではないですよね。それこそ、ファントム・オブ・キル、タガタメ、そろそろ動画復活するんですけど、実は。これらが、イメージ的には近いかなという感じなんですけど、どうなるかなという。もともとそのゲームのシリーズで遊んでいると、そう、スマホゲーに来たよっしゃではなくて、大丈夫かなって思ってしまうところがどうしてもあるんですよね。いくらその家庭用ゲーム機でトップを走ってるというか、もう大手ですよね。言うて任天堂ハードイコール任天堂ゲームになってるぐらい、そっちの何でしょう、カテゴリーとして成り立つぐらいには一線張ってますから。で、何でしょうね、スマホゲーに関しては多分そこまでっていう、印象なんですよね。やっぱり始まったばっかりみたいな。ミートもでしたっけ？まさかミーを押してくるとはなという感じで、ちなみに実際ミートもは私の周りであまり流行っておりません。悲しいな。やってないからあんまり悲しくないんですけど、そんなわけでね、ずっと遊んできたゲームが、新しい分野に行くということは喜ばしいようで、なんかその自分の知っているあれと変わってしまうのではないかという恐怖が混ざってしまうわけですね。一番恐ろしいのは、進んだ結果爆死して、さよならみたいな。そう、なかったことにされてしまうみたいなね。ただ勢いが落ちてしまうみたいな。どうしてもあると思います。身近な例で何かあるかな。そうだな。なんか、そっち、例えば、ロックマンイグゼでいう流星のロックマンみたいなもんですよ。最終的には大成功したんですけど、でも、ユーザーの方には、ロックマンイグゼこそが、みたいなところがあって、ロックマンイグゼの面白さは否定しません。実際、神ゲーでしたけど。それによって、流星が若干犠牲になったところも、また事実だと思うんですよ。難しいね。そんなわけなんで、待つしかないんでしょうね。楽しみだね。それまで情報とかも出るんでしょうか。ファイアーエンブレムの次回作がスマホになるのか、そう、新しい世界観でやっていくのか、それとも、既存のキャラで、ガチャ回して育成するよくある感じのやつなのか、それさえもわからないところが、今のところは怖いですね。もしかしたらサイファにスマホのね、世界観のカードが、こんにちはする可能性もあるので、他人事ではないわけですよ。一種の流れなんですかね。そう、不安といえば、ポケモンコマスターというゲーム、アンドロイドの方ではもう始まってるんですよね。ただ、その、ね、その、運ゲーといいますか、そっち方面でやっぱりその、基本的にポケモンっていうのは運ゲーはありつつも、自身の構築や、戦術で戦っていくゲームっていう印象がありますので、そういう意味ではちょっとその運の要素が強いゲームが受け入れられなかったとか、ガチャが厳しすぎるとか、そう、ポケモンなのに、そう、ポケモンのスマホゲーと聞けば、そう、パズドラぐらいには緩いというか、なんか表向きあたりのポケモンはね、聞きやすいんじゃないかなっていう期待感を持ってプレイすると思うんですけど、そうではなかったらしいと。
その点ファイアーエムレムは大丈夫でしょう。美少女キャラが安く手に入るイメージなんてまるでないですからね。むしろ絞ってくるんじゃないかと思っていますので、そういう意味ではね、あの先行イメージでの、ね、失敗っていうのはあんまりないかなと思いますが、まあこれも世の中の流れなんですかね。うん、もしかしたら次に何が来るだろうね。スマホゲーに来そうなの、まあ、マリオも来るのかな。というかマリオより先に FE が来るっていうのが正直意外でしたけどね。まあ今後の何でしょう、流れといいますか、そういうのに期待したいですね。うん、さすがにファイアーエンブレムの方は私の周りでもざわついておりました。なんかね、動物の森来たけど、なんかさりげなくファイアーエンブレム来てる、ついに来たかみたいな、来たのみたいな、いろいろな意見が混ざっておりましたけどね。まあ一ユーザーとしてはもう楽しみですかね。うん、まあそんなわけでこの2つだけではないような気もしますしね。いずれはスマートフォンでスターフォックスができるかもしれませんよ。うん、あるいはあのバーチャルコンソール、過去のゲームをスマホでプレイとかあるかもしれません。はい、うん、今時のスマホだったらね、液晶の中にゲームボーイねじ込むこととかできると思うんですよね、その気になれば。うん、まあ妄想が膨らみますが、今回はここで終わりたいと思います。あ、今日の夜からカービィの動画投稿も始まりますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。